彼らは苦しんで犠牲になる。私の命令で死ぬのだ。彼らを迎えるのは死ではない。死に関連に首に含まれる。じゃあ下層部の民たちは？彼らは軽装者の庇護を失ってしまう。きっと私は暴君とみなされるわ。そうだと言ったはず。我々の約束した世界には、しばしの誤解が永遠の繁栄をもたらす。そなたが決めるのだ。我々はそなたの選択を尊重する。わかった。落ち着きなさい。君のおもちゃにそんな破壊力があるわけないじゃない。じゃあなぜ目覚めないのです？普通に眠っているだけよ。寝言聞こえなかった？かわいそうに。きっと怖い夢でも見ているのね。ところで散歩、正直に言ってちょうだい。あの上層部の子をどうする気？どうって？他の人と同じく木を見て帰ってもらおうかと。どうして？私は騙されないからね、散歩コース機。連れてくるつもりはなかったんです。ただ煙が濃くて僕も慌てていたので、ついうっかり。何を考えているの？上層部のことは君と関係ないのよ。どうして自分から絡むのかしら。今でも十分目立つのに、そんなに遅延に狙われたいの？そんなこと言わずに。僕は友達を助けたまでです。この人たちにお世話になったので、その恩返しですよ。それに遅延も、僕が連れ帰った人が遅延の力になれないとは限りません。だから勝手に歩き回ってもいいように放っておいたの？おっと、それは事故、事故です。すぐ探しに行きます。あの子は早く見つけ出してちゃんと見張っておいた方がいいわ。下層部が封鎖されて十数年、子供たちは地上の人の顔を忘れつつあるというのに、シルバーメインの制服を着た人間が急に現れたら。遅延がこのことを知ったら、あの子や君に対して一体どう出るのでしょうね。わかりましたよ、今探しに行きますから。僕の客人はお任せします。やっと起きたのね、寝ぼすけさん。体は大丈夫？どこか痛いところは？それはよかった。ずっと目を覚まさなかったし、変な寝言を言ってたから心配したのよ。さあ、目が覚めたのなら早く起きなさい。私はナターシャ、地下で医者をやっているの。君はうちの診療所で丸一日も眠っていたのよ。こんにちは。礼儀正しいのね。散歩は自分のミスをフォローしに行ったわ。彼の代わりに君の面倒を見る約束だったけど、その様子じゃ体は平気そうね。もう大丈夫なら他の患者の看病に行くけど。散歩からは気絶したとしか聞いてないわ。多分また彼の小道具か何かのせいでしょ。診察結果を見ると
特に異常なしってところかしら。散歩から聞いたわ。心配しないで、シルバーメインは地下には降りてこないから。地上と地下が隔離されてからもう随分経つの。地下が最も混乱していた時もシルバーメインは見て見ぬふりをした。でも喧騒者が下層部を封鎖した理由は誰もわからないし、急に封鎖が解除される可能性もなくはない。本当にそうなったら君たちは遅延の夢を叶えても同然よ。あ、それならいいわ。正直君たちは気絶してただけで、私は何の処置もしていないから。でも散歩にはちょっと大げさに言ってるの。私にいろいろ借りがあるから、この木に薬を持ってきてもらおうと思ってね。とっくに起きてるわ。黒い髪の男の人は最初に起きてきたんだけど、散歩が連れ出したの。もう一人のジャジャウマ娘も起きてすぐに出かけたわ。今頃近くを歩いてると思うわよ。そしてシルバーメインの格好をした子は、よく見張っておけって散歩に注意したんだけど、彼が出かけた隙にいなくなったわ。さあね、ミステリアスな人って感じかしら。売人と自分で言ってるけど、地下に売り買いのあるものなんてないでしょ。でもツテが多いのは確かよ。急ぎで必要な薬品を取ってきてもらったり、遅延のためにも働いていたりする。少なくとも悪意はないみたいね。地下の民間の組織よ。地下のシルバーメインと思えば分かりやすいかもしれないわ。ただ人情味が増してるけれど。お礼なんていらないわ。治療は医者の使命だから。ナノや炭鉱と交流しないと。どこから探せばいいかな。約束だよ。かくれんぼに勝ったらお姉ちゃんに秘密を一部始終教えてね。一部始終？あ、どういう意味？全部、始めから終わりまで騙したりしないで話すって意味だよ。ふん、私は上層部の人間と違って嘘をつかないからね。嘘をつかないからね。よし、決まり。じゃあ始めよ。あれ、あんたいつから来てたの？ああ、別にうちがかくれんぼしたいわけじゃなくてね。実はうちが目を覚ましたら、お医者さんから炭鉱があの散歩っていう悪者に連れてかれたって聞いて探しに来たんだけど、ちょうどこの子たちに居場所を知ってるって言われて。知りたいならモグラ島に入れとか。だからモグラ島に入るためにゲームに勝って実力を証明しなくちゃいけなくて。これでわかる？優しい。ちょっと、いつまでこっそり話してるんだよ。
モグラ島の時間は貴重だって言うのに。貴重だって言うのに。はいはい、行きます。この人もモグラ島に加入したいのですが、一緒に遊んでもいいでしょうか、ドスクロのフック様。うんうん、いいよ、行けないこともないし。じゃあ鬼をやって。親分、こいつら頭悪そうだし先に練習しませんか。ふん、ジュリアンの言う通りだ。じゃあ先に練習する。私が隠れるからお前ら二人で探して。子供に舐められた。この覚悟してなさい。ルールは簡単、隠れている子供を見かけたら捕まえればいいの。数えてから目を開けて、絶対ズルをしちゃダメ。47 48 49 50。もういいかな、お姉ちゃんが悪い子を捕まえに行くよ。モグラ島の連勝記録を破らせない。見せつけてやる、地下最強のかくれんぼチームの力を。あそこのあいつずっとうちらを睨んでない？フックちゃんたちと遊んでる最中だけど確認しておこう。かかったと思ったのに。やっ
っと仕事が終わった。始めちゃったよ。勘が教えてる、この人絶対おかしいって。でも嘘つけ、こんなに年を取った8歳なんてどこにいる。もういいでしょ、声でバレてるよ。しくしょー、話しかけたのがダメだったか。百面相のジュリアンとも呼ばれる僕が、くぅ、親分に申し訳ない。いや、あんたの変装ってほぼマジックだったよ。ごめんなさい、フックの親分、僕、負けちゃった。ジュリアンの変装を見破るなんてどこの誰なんだ。肘長目、短大新章の人といえばうちのことだよ。そうそう、うちらは最高のコンビだからね。どう、ドスクロのフック様、もう秘密を教えてもらえる。モグラ島の親分たるもの、言ったことは必ずやる。黒い髪のお兄ちゃんと青い髪のおじちゃんはファイトクラブに行ったよ。ファイトクラブ？ファイトクラブの話に触れないこと。何の内緒話？あ、ドスクロのフック様、ファイトクラブまで案内してもらってもいいかな。あんなに目立つ建物もわからないのか。大人って頼りないな。あたしについてきて、案内するよ。サンキュー、フック様。適当に呼ぶな。ちゃんとドスクロのフック様って呼んで。ファイト、チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。みんなあそこで遊ぶけど。ダメだ、うちの正義感がサイレンを鳴らそうとする。私はボクシングに行くから、中には自分で行って。ここって一体誰の縄張り？子供の出入りまで許可するなんて。ここはモグラ島の縄張りでも子供向けで、大人たちは遅延が管理してる。全部
モグラ島の縄張りだ。お、あそこで試合相手を探してるみたい。お前たちも参加したいなら私のとこまで来て。人がたくさん。背が低くて何も見えない。あ、なんで何も聞こえてないよな。ならいいけど、お前は何も聞こえなかった。私も何も言わなかった。ふん、大人のファイトよりモグラ島の方が100倍面白いよ。私は全然気にしてないから。ファイトはね、拳、手のひら、指、この3つの組み合わせじゃなきゃダメ。全部使いこなさなければならないの。おかしいと思ったらファイトじゃなくてじゃんけんでしょ、それ。